にちは。行政書士受験合格チャンネルです。今日はですね、直接行政書士の試験勉強とは関係ないテーマになるかもしれないんですけど、先日日経新聞で40代から50代のリストラについての報道がありました。2019年で会社が黒字であるにもかかわらず、40代50代がリストラされている。その数も約9000人ということになっています。実践している企業がですね、損保ジャパン、キリンホールディングスなどの主要な企業がリストラを黒字化でも行っているという、日本の社会に今なっています。その報道を受けて本当にもう日本の会社も変わったなと思います。昔でしたら赤字だからリストラっていうことだったと思うんですけど、今や黒字化でもリストラがされていると。リストラの背景にはバブル期にあまりにも多くの人員を採用しすぎて、そのツケが今会社に回ってきていると。できる、今の40代50代余剰人員として会社はもう残しておくことができないということが背景にあるようです。企業としてはもうテクノロジーや AI で早く業務を効率化して会社の体質をもっともっと高めていきたいというのが本音のようです。これまでは日本企業というと終身雇用前提で入社して勤め上げて退職金で生活をしていくっていうことが一般的なストーリーではあったわけなんですけど、そうした前提はもう崩れ去ったというふうに私は見ています。この黒字化リストラだけでなくて、主要な上場企業の約半数近くですかね、これも去年副業を解禁したっていうニュースも飛び込んでます。これは政府も後押ししているっていう背景があるようなんですけど、そこには国も会社も個人の待遇をもう十分に保障しきれないということが本音のようです。そうした新しい常識ですよね、仕事働き方、生きがいについての新しい常識が今訪れているのかなと思います。そんな中ですね、生きがいとか収入面、そうしたところを会社だけに軸足を置くということは非常に難しい時代になってくるのかなと感じています。そうした中ですね、何か資格を身につけて自分が選んだ専門分野で人に貢献できること、役に立てること、専門性を発揮していけるような、人間になることっていうのも、すごく必要になってくると思います。このチャンネルをご覧になられている方、私もなんですけど、行政書士の資格を取るということは、どのタイミングで開業するかとか、人それぞれだと思いますけども、そういう資格を持っておくということは、これからの時代では非常に、価値のあることになるんではないかなと思います。資格を持っているっていうことだけではなくて、勉強していく中で、法律の知識、これからますます重要になってくると思います。例えば民法、それから行政法、憲法についてもそうですね、なんかでも勉強するまで、あまり私も詳しくなかったですけど、やはり、民法なんかでも勉強していくと、相続にしても、契約にしても、債権にしても、時効なんかにしてもですね、日常の生活の中で活かせる知識かなと思いますし、行政法なんかについても、同じことが言えると思います。こうした日本社会が本当にもう変わっていっている中で、個人としての、きちんとした知識であったりスキル、またそうした資格っていうことは非常に価値のあるものになってくると思います。今日はですね、直接行政書士の受験勉強のことはなかったかもしれませんが、関係性のあるということで、ちょっとお話をさせていただきました。皆さんもそれぞれの目的を持って受験勉強されていると思いますので、そうした自分なりの目的っていうのを持っていることって素晴らしいと思いますので、そうしたことを心に置きながらですね、勉強をまた続けていければなと思っております。また、今後、行政書士試験に役立つ情報をお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。